日本で一番ユーモラスな理科の先生が送る理科ルタ間違い探し、中学2年夜行プラスをお送りします。中学2年の夜、夜守は家の、田守は田んぼの守り神。はい、夜守とか家の守り神、夜守と書いて夜守と読みます。田守、田守っていうのはこういう動物にいましたでしょうか。まあ田んぼの守り神ということですが、はい、こちらイモリですね。井戸の守り神、水に関係あるので両生類、こっち家の守り神の家を守るので爬虫類ということですが、はい、この絵札、はい、この読み札の田守というのは本当に田んぼの守り神でしょうか。はい、間違いを直してください。中学2年の湯、有害なアンモニア、無害な塩素にする腎臓。はい、腎臓というのはこれはもうこれですね、レバーです。腎臓、栄養分の貯蔵、胆汁の生産、有害物の処理ということで、はい、有害なアンモニアを無害な塩素に変えます。塩素に変えます。はい、脂肪の消化を助ける胆汁はこの腎臓で作られ、胆のうに一時的に蓄えられます。さあこの形、はい、レバーと言ってるのは、はい、肝臓ではなくて腎臓だったでしょうか。アンモニアは無害な塩素に変わったんでしょうか。はい、直してください。中学2年よ、全容体細胞液に液胞は動物細胞だけにある。はい、よなのにいきなりぜですから、もうこれも怪しいですね。はい、全容体と細胞液、それから液胞は動物細胞だけにあるのでしょうか。こちらが植物細胞です。はい、この緑色のこの粒、これは全容体、全容体でしょうか。はい、植物細胞だけにあるものが何か、動物細胞と共通のものは何かということで考えてください。はい、そして細胞液、細胞液はアンモニアで、乖離する、溶けるということでよろしいでしょうか。はい、中学2年の化、化学反応式、反応前後で原子の種類と数は同じです。この矢印、矢印の右と左で、原子の種類と数が等しくなるように、化学反応式は作るという、そういう大原則、これは正しいようですが、はい、2H2 プラス O2 矢印 H2O、 さあこれは何が違うでしょうか。はい、この化学反応式の違うところを指摘してください。はい、銅の酸化 Cu プラス O2 矢印 CuO、 はい、矢印の右と左で原子の種類と数が違ってたら直してください。酸化銀の分解 Ag2O 矢印 2Ag プラス O2、 はい、酸化銅の炭素による還元は CuO プラス C 矢印 Cu プラスCO ということで、一酸化炭素が発生して、これを吸った生徒は一酸化炭素中毒で、まあ、救急車に運ばれることでしょう。はい、炭素が燃えて一酸化炭素が発生する、これも 2C プラス O2 矢印 2CO と非常に危険な化学反応式です。さあ間違いを直してください。中学2年の死、小腸から肝臓に養分豊富な血液が、腎臓を通り過ぎたら不要物は増大。はい、小腸から肝臓に行く血液、血管に、の中には養分が豊富です。そして腎臓を通り過ぎたら不要物が増えてます、増大しているということでよろしいでしょうか。はい、こちらが、はい、これが小腸から、これが肝臓、小腸から肝臓に向かう、この血管の中を流れる血液は養分を最も多く含む血液が流れてます。で、腎臓を通り過ぎたら不要物が最も多い血液になっています。さあ、大動脈、これは大動脈、大静脈、肺静脈、肺動脈、この辺ももし違っていたら正しく直してください。中学2年の木、季節風と大陸風、夏冬昼夜で、同じです。さあここで冷たい方が高気圧になって、暖かい方が低気圧になるという、これも覚えておくといいと思います。はい、季節風に対しては
海から陸に向かって夏は風が吹いて、冬は陸から海に向かって風が吹きます。そして海風、陸風については、はい、昼間は海から陸に向かって、これが海風、そして、夜は陸から海に向かって吹く風が陸風というふうに言います。そして海風と陸風、これを合わせて大陸風と言います。はい、もう一つ説明していきますが、陸が昼間は暖かいので、こちらが上昇気流になって、これがこうぐるっとこういうふうに回るので、海から陸、夜は今度は海の方が暖かくなって、海の方が上昇気流になって、でこういうふうに回って陸から海に吹くということです。こちらの季節風の説明についても全く同じに理解できると思います。何が違ってたでしょうか。はい、中学2年の奈良の大仏、左手の王族、親指の方に動きます。はい、今回これは最高傑作のカードで、間違いはありません。全部正しいものが書かれています。そして奈良の大仏、左手の法則というのは私が命名したんですが、フレミング左手の法則というのがあります。このフレミング左手の法則、これはもう本当に全く無意味な法則で、これに合わせようとして指左手をいろいろ合わせると、これで手首を捻挫したりするので、こんなの使うのやめましょう。はい、親指以外の4本指を電流の向きに、磁石の N から S へ向かう磁界を手のひらで受け止めると、親指の方向に力が働くというものです。これを見て、理解してもらいたいんですが、しかしですね、私が一番推薦するのはこちらの図です。はい、こちらの図、はい、電流がプラスからマイナス、この電流による磁界の向きが右ネジの法則、そして磁石の N から S へ向かう磁界の向き、この2つが磁界が強められたところから弱められた方に力が当たる、磁界の強められた方から弱められた方に力が働くという、こちらの考えが最もいいというふうに私は考えています。はい、この辺の内容についてはリカルタ演習シリーズで特集してあるので、ぜひそちらを見てください。はい、では画面を止めて正しいリカルタで間違いを確認してください。ヤモリは家の、イモリは井戸の守り神、タモリは田んぼの。有害なアンモニア、無害な尿素にする肝臓。葉緑体、細胞壁に液胞は植物細胞だけにある。化学反応式、反応前後で原子の種類と数は同じです。小腸から肝臓に養分豊富な血液が腎臓を通り過ぎたら不要物は減少。季節風と海陸風、夏冬昼夜で逆転します。奈良の大仏、左手の法則、親指の方に動きます。よかったらチャンネル登録、コメントもお願いします。人生は一度、自分は一人、やるときは今。